どうも、ラビットラの渡辺です。はい、松本です。本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。あの、 M1 の話を本当はしたいんですけども、ちょっとしましょうよ。ちょっと昨日、ほんま昨日、昨日夜の10時ぐらいに、うん、ちょっと財布拾いまして財布拾ったんや。はい、一応財布って、はい、俺あんま拾ったことないな。今年一応3回目なんですよ。めっちゃ拾うやん。うん、今年？今年よ。前回はね、3回目？3回目なの。そう。マジで？そう。前回も2万ぐらい入ってた。なんか言ってたな。そう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 。郵便局の中で拾ったから。なるほどね。置いてたやつじゃん、それ。いや、違う、置いてたやつとかじゃないの。勝手にそのままなんか出しに行って、その人がポンって置いて、そのままちょっとそこの隣の窓口に出して行ったやつを、落ちてるわっていう判定して、怖いって。おせっかい。めっちゃ怖いやつやん、俺。落ちてた。置いてたやつを落ちてたって。落ちてた。うん。いや、そんなことはせえへんけど。だって、その、電車とか乗ってて、うん、上の棚とかに荷物置いたりしてる人おるやんか。うん、あれとかも勝手に、忘れ物やってパーって持ってったりしてない？いや、してないよ。持ってる人おるのに。してないって。怖すぎるやろ。忘れ物いっぱいあるよ。早いっすね。なあ、落とし物とかにするジャッジが早すぎるって。いや、それ僕のですよ。怖い。何言ってるんですか。いや、そう、怖い。忘れ物でしょ、これ。なんでそんな怖いやつキャラにしようとしてんの。何で嘘つくんですか。そんな喋り方もせえへんし。あ、そう、郵便局で拾って。郵便局で拾ってもうそのままこう渡しましたけど、だ今回は普通に道端で拾って、夜そう。3回がすごいね。そうだからもうね、なんかほんまに試されてるんじゃないかなって思うぐらいの。俺の財布も拾ってほしかったな、うん。いや、それはちょっと無理やわ。丸いのな。丸いの、うん、トイレで。まあ、ええけどや。いや、ええけどや。落としたんじゃないもんな。置いていったもん。そう、ちょっと置いてて。なんか一緒やん。郵便局と一緒やん。ちょうど置いてただけやのに。違う。一緒にすんなって。俺、道端で拾った。道端で拾ってやな。だから、その場でお金、こう、まさぐんのもなんか嫌やん。が、わかんねん。それな。うん。その時に持ち主が現れた時に、俺、もうどんな顔していいかわからへんやん。気まずいパターンな。うん、うん。あ、落ちましたよみたいな。なあ、うん、いや、信じてください。そうそう、僕は、取る気はありませんでした。そう。届けに行こうとしてました、うん、みたいな。そうそう。え、取ろうとしてたんじゃないの？いや、違うんですよって。思われそうで嫌やんな。うんうん、そう。あ、わかる。だから、その場ではなんか。もう、その場ではもう確認せんと、もう。でも、うん、ごめんな。うん。その場で確認せえへんかって、うん、そのままファーンって取って、うん、移動したら、うん、どっかで見られてて、うん、誰かにな、うん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 、あいつ財布拾ってパチってそのまま逃げたやんとかも思われるかもせんとかあるよな。ほんまなんやろうな。なんやろうな。どういう行動。損しかないもんな、もう。そうやね、うん。一番最初の、ファーストコンタクトはマイナスからのスタートやねんな。せえな。そう言うしかないよな。うん。警察に届けないと。新喜劇みたいな。いや、だからそういうのもあるけども、うん、もうほんまに悪いやつはおるやん。おるな。うん。だからもうそんなんもあるし、それやったら一回。なんてもう一回言って。道端に落ちてて、うん、だからそれもう見つけてもうたから、うん、もうそれをとりあえずパッと拾ってもうそのまま交番に。あ、もう行ったんや。もう行った。もう確認もせんと。偉いね、偉いね。うん。ほんで、まあ、そのまま交番に行ったけど、交番で誰もおらへんからやな。どこの交番？新町交番。新町交番。うん。あ、もうおらんパターンな。おらんパターン。ポリさん、俺もせん、財布落とした時に、うん、交番行ったんよ、一応。で、洗ってた。もうおらん。な、忙しいから。忙しい。あの人らも。うん。こち亀みたいにずっとおらん。プラモとか作ってない。作ってるか。おい、冷庫って。せめて中でやってくれ、もうそれやったら。そうなんや。いや、だからそういうおらんくて、どうしたおらんくて、もうそこのなんか、電話、うん、電話使って呼んでくださいみたいな。ああ、なるほど、連絡してくださいみたいな。そうほんでもうなんか電話かけたらなんか忙しそうな声してるしさ。わかりました。ちょっと、すぐ行きますんで、ちょっと待っててもらっていいですか。何してた、大丈夫な。大丈夫な、来れるんそれ。ほんで20分ぐらい待ってやん。
めっちゃ待つ。めっちゃ待つ。だる、置いていけやもうな。いや、ほんまに置いていきたかったよ。そう思うよな。もう置いとくから、あとやっといてや、みたいな。ほんで、ファーって、二人組でさ、警察官の人戻ってきてんけど、二人組かよ、一人おれや。めっちゃテンション低い。ああ、もう疲れて、暑いしな。目合うやん。これ交番の前に立ってたら、うん、もうそいつやん、うん、電話かけてきたやつやんか、うん、無視されてん俺。ああ最初パッとパッと目見て、うん、もうそのままな。いや警察官もほんまに分かってたと思うねん。いや分かってる。鍋さんやって、うん、あの人やって思ってたけど、うん、ほんまにスーパー銭湯の望みをかけて、うん、帰っといてほしかったね。忙しいし業務せんでええやん。忙しい対応会話いらんやん。忙しいし、もう勝手に自分で処理したらええやんか、うん、でファーって、うん、スーパー銭湯の望み、まあ、アホのふりしてよ警察官の人も、うんうん、分かってるけど気づいてないふりして行くっていう賭けに出たやん。ほんで自転車2人で置いてさ、うん、まだ一言もラリーしてないよ、うん、俺は会釈したけどなちょっと、うんうん、ほんでパーって俺の前来て、うん、もうそっからちょっとまああんねやか、うん、で後ろの上司の人が、うん、電話の人ってうわ犯人や犯人みたいな言われ方してる。俺自首しに来たんちゃうし、うん、普通に取った人ってどうぞ逮捕ってちょっと嫌やな。でもそのままとりあえず、うん、ちょっと財布見つけたんでっていう話で、でもそれさそれだけやろ。それだけ何か調書書くとかじゃないやん、まあ、一応なんかそれこそ形上やらなあかんのか。形上まあなんか選べるらしいねやんか、その落とし物でほんまにそれこそ半年ぐらいもう持ち主現れへんかったらその拾った人のもんになるから、うん、その時になんか住所とかいろいろ書いてみたいな段取りはなんかあるみたいねんけど。でもちゃんと免許証とかは入ってたんやんな。あ、そうそう、その場ではまだ見てなかったから。見てなかった。その中、確認したら入ってたよね。そうそう。あ、じゃあもう持ち主届いてるな。もう届いてると思う。よかったね。そうそうそう。ありがたいね。鍋さんに拾ってもらえてよかったと思うよ。ほんまに。絶望やもん。クレジットカード2、3万円あったのと、うん、もう、5、6万ぐらい。現金。しっかり現金。千円札多め。多めで。パンパン、パンパンで。うん。見んでよかったと思ったもん。うん、揺らぐよな。揺らぐ。俺でも、うん、日本では良くないとされてるやんか、うん、でその素晴らしいこととされてるやん、うん、絶対を外国人びっくりするっていうやん、うん、絶対戻ってくる確率高いみたいな、はいはいはい、落とし物とかでとかってそうやんな、やっぱ海外は逆の発想やもんな、うん、その取ったら嫌し、うん、悪いことっていう教えやけど、うん、海外は拾った人は神様ありがとうございますやもんな。そうやんな、ラッキー、お恵みをありがとうございますっていう、うん、それ拾った人のラッキーっていうなるっていう感覚やもんな。そうそうそう、どっちが悪い正しいとかではないけどな。ないですけどね、うん、ごめんなさい。まあまあ困ってる人が、うん、まあいるというおるわけやからね、うん、その間がちょっと良くなかった。そうそう、いやでも全然その警察官みんな大変やから電話しょはいはい、ごめんな、帰っとけ、こんなしょうもない話、帰っとけや、帰っとけ、そうそう思われてて全部聞こえてたもん。なんでちゃんと心の心の声が出すぎて、財布届けるようなやつやもんな、それは待つわな、うん、キモいわってなんでこんな感じで言われなあかんねんって思いながら、真面目すぎて文句言われてる。そう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 、あいつ変やったなって多分言われる。待ってましたよ、うん、薬やってんじゃんす先輩、いや、ちゃいじられてるもん。薬やってますよ、ギンギンでしたよギンギンでもないのにギンギンでしたよって。20分待ちます普通。落としたんやったらまだしも。ひどいって。拾っただだけで。ひどい話。待ってましょう、ちゃんと会釈しましたよ最初。しかもしたでしょ先輩とか言って。ええやろ。したええやろ別に。するやろ。ちょしつこくしてきたもんな。声かけなしゃあないやんとか言って。やっぱり言われてんで多分。言われてるやん。もう絶対届けへん。違う交番届ける。じゃあ直接届けに行くや。あ直接な。住所見て。じゃあやばいですよ。いいまあそれはそれでいいんか、うん、まあまあ別に悪くはないよな。ですよね、はい、ごめんなさい、ねうん、こんな話全然全然、はい、ちょっと、ね、いい話ですよ。まあそのね、M1 良かった。だから、はい、そういうこといいことを鍋さんがしたから、うん、1回戦2位で通過できたんです。いやいや違う違う、全然違う。ありがとうございます。全然違う、鍋さんのおかげです。それ分かった後やから、うん、それ分かった後やから、何のあれもない。
違う順番が違う、時系列で言うと一番最後、これ一番前に座ってたあのめっちゃくちゃ笑ってくれるおじさんいたりとか、うん、あの人ちゃうあの人かな、落としたあの人3日間連続でおらへんかった、なんか他の動画というか日程のやつ見てたけど、うん、めっちゃ好きなんよね、そういいよね、頭の上で拍手してたで俺は歌やん、なんてこと言うの、ありがたいやん、いやありがたい、ありがたい、そんな拍手の仕方する人あんまおらへんから、せやね、うん、ライブ音楽のライブみたいな、そう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 、盛り上がり方一番テンション上げてくれる、でもなんかねめっちゃ重たいみたいな言われててん、あの日、あ最初の頃の1回戦前半、うん、8月入った時はなんかバリあったかかったみたいな、なんか話よ、ね、言うやんな、ずっとみんな受けてたみたいな、で俺らの時はもう全然いつも通りの1回戦やってんな、いつも通り空気感、うん、もう何にもちょっとこうなるぐらいの、そう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 、みたいな、うん、まあまあでも出てみてやってみたらね、いい、ちゃんとなんか冷静に見てくれてる人たちばっかりで、う、ね、うん、うん、なんかいい空気感でしたね、いいライブでした本当に、うん、お客さんも普通にね、普通のテンション楽しんでっていう感じで、そう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 、ちゃんとネタ聞いてくれてんねやなっていう発想、あの反応やったんですよね、そうやね、だからちょっとまあまあこれをちょっといい波じゃないけど、うん、嬉しいやん、やっぱまあそうですね、普通に嬉しいやん、なんか今までなかったから、そうそうそう、余計かな、コメントでもなんかいいこと言ってくれてる人多くて、そうですね、うん、だちょっとねもうちょっと2回戦ね、はい、3回戦と続いていくんで、まあちょっと頑張りましょう、そうですね、あのおじさんがいてほしいかな、うん、来てくださいおじさんすみません、ありがとうございます、はい、ということで、はい、今日はここまでです、またお会いしましょう、さよなら、ありがとうございました。